ミッキーだ、ミッキー出た、よっしゃー。ミッキーはこれ何、ミッキー、あ、ちょっと待って、シークレットやん、それ。はい、こんにちは、マイチャンネルマイハラです。はい、今日はこちらですね、うん、チョコエッグディズニーツーズムです。はい、ということでですね、ちょっと前に出てたかな、うん、1週間以上前に出てたディズニーツムツムのチョコエッグ届いてたんだけど、うん、タイミングが合わず開封できませんでしたので、はい、予約開けたいなと思います、はい。2ボックスありますので全部で20個だね、うんうん、今までの感じからいくとコンプは難しいけど、うん、うちら持ってるから。いや、そうかな、そうかな、うん、でも頑張ろう、あ、多分コンプできるんじゃないかな。はい、開けてみました。こんな感じですね。どうやら全13種類のシークレット一種らしいね。そうだね、うん、はい、箱はこんな感じですね、うん、かわいいね、うん、はい、じゃあ早速20箱開けていきましょう、うん、でね、お守りとして私にダッフィーさんにいらっしゃっていただきました。僕はミッキーさん。そうだね、うん、じゃあ開けていこう、いい、はい、まあ、最初の1個はね、僕は食べて、あ、そうで、パパはあの低糖質ダイエット中なので、そのかけらを、エイシン君から1かけらだけ頂戴します。はい、いつもの通りこういうね、ジップロックにしまってチョコレートを保管しましょうか、うん、はい、じゃあまずパパは一つ目いっていいかな、うん、さあ何が出るかな。記念すべき一つカプセル目は、お、お、お、これはミニーちゃんかな、うん、そうだね、箱にも載ってたやつだ、僕の一カプセル目を出します。はい、何が出るかな、あ、あれミニーちゃんだ、かぶった、かぶっちゃった、いきなりかぶりました。じゃあ私の2カプセル目いきます、うん、さあ、お、ドナルドだ、お、ドナルド、デイジー、デイジーだ、デイジー。では僕の2カプセル目いきます。はい、よっ、ドナルドのシェフが出ました。やった。はい、じゃあ私の3カプセル目いきますよ、うん、せーの、ほい、お、お、チップ船乗りだ、うん、じゃあ僕の3カプセル目いきます。はい、何が出るかな、お、デールかな、デールだ、おい、デール。はい、じゃあ私の4カプセル目いきます。はい、よいしょと、お、あ、スティッスティッチだ、お、スティッチ、スティッチ出ました。じゃあ僕の4カプセル目いきます。はい、よっ、お、あ、あ、ミッキーかな、ミッキーだ、ミッキー出た、よっしゃー。ミッキーはこれ何、ミッキー、あ、ちょっと待って、シークレットやん、それ。え、マジで、あ、シークレット出た、シークレットっぽいね、それね、うん、出てないもん、サングラスかけてるミッキー、やったー、やった、おめでとう、やった。ミッキーマウス映画監督って書いてある。あー、やったね、やった。はい、じゃあ私の5カプセル目開けます、うん、よいしょ。これはドナルドダックシェフですね、これダブった。じゃあ僕の5カプセル目いきます。はい、お、お、お、プルートかな、プルート、プルート、プルートだ、あー、よかったね、うん、はい、じゃあ私の6カプセル目いきます、うん、よいしょ。あー、またチップだ。じゃあ僕の6カプセル目いきます。はい、あら、デール、デール、デールが。はい、では私の7カプセル目いきます。はい、お、これは初めて、なんだろう、どっちゃ、グーフィーだ、グーフィー、グーフィー出た、グーフィー顔が外れてる。じゃあ僕の7カプセル目いきます。はい、ミッキーとか欲しい、うん、出てない、ミッキーが出た、お、やった、やったぞ。じゃあ私の8カプセル目いきます、うん、どりゃ、何が出る、あ、またグーフィー。じゃあ僕の8カプセル目いきます。あ、またプルートが被りました、被っちゃった。はい、じゃあ私の9カプセル目いきます。はい、よいしょ、どりゃ、ん、お、お、ミッキーじゃない、お、やった、これも出てないね。じゃあ僕の9カプセル目いきます。あー、またグーフィーが出た、あ、グーフィー、パパ。はい、じゃあパパの最後10カプセル目、いいのが来てないやつお願いします。ミニーちゃんだ、うん、パティシエだって、ミニーちゃんの、おー、出てない、やった。あとはね、ドナルドダック画家とデイジーダックファッションモデル、これが出ればコンプなんだけど、あと一つなんで、うん、コンプはできる、うん、だけどどっちか出てほしい、お願い、最後ドナルドかデイジー、うん、お願いします。スティッチはい、じゃあ今回出たの見ていきましょう、はい、まずこちらミッキーマウス野球選手だね、そうだね、はい、片っぽだけこうちょっと何眉毛があるけども、ちょっとあれかな、頑張るぞって顔してるのかな、そうだね、うん、ユニフォーム着ていて、ミッキー28番なんだね、28番、うん、続いてミッキーマウス探偵ですね、うん、うん、これ探検家かと思ったら探偵だね、そうだね、うん、この茶色の帽子をかぶってます、うん、はい、続いてミニーマウスのパティシエですね、うん、パティシエって何かわかるかな、パティシエって何かお菓子を作る人、あ、そうそうそう、その通りですね、うん、
ミニちゃんらしいね。はい、続いてミニーマウス探検家ですね。これは2つだね、ダブりましたね。ミッキーが探偵だったからね、こっちも探偵かと思いきや、こっちは探検家でしたね。はい、続いてこちらがドナルドダックのシェフですね。これかわいいね。これも2つ出ましたね。でドナルドダックの画家とデイジーダックのファッションモデルは出ませんでしたね。次はデイジーダックナース。そうだね、ナース、看護婦さんだね。次はグーフィーのパイロットだね。これかっこいいんだよね。怒っちゃったけど、これすごくかっこいい。そうだね、グーフィーっぽくていいんだけど、こいつはなんとですね、3つ出てしまいましたね。次はプルートの郵便屋だね。これめちゃめちゃ可愛いね。これあれだね、手紙加えてんだね。そうだね、めっちゃ可愛いね。でこれが2つ出ましたね、これもね。次はチップの船乗りだね。これすごい可愛いね、セーラー服着てますね。はい、でこれも2つ出ました、次はデール船乗りだね。これも同じかな、でもこっちの服は赤ベースだね。そうだね、はい、でこれも2つ出ました、次がスティッチのマジシャンだね。マジシャン帽子かぶってますね、あ、確かにこういうタキシードの服着てる、はい、これも2つ出ました。で最後はミッキーマウス映画監督だね。よかったね、シークレット出ましたね。イエーイ。サングラスかけてるよ、すごいね。ベレー帽もかぶってますけど、かわいいね、はい、ということで全部出たものを並べてみましたけど、こんな感じでしたね。そうだね、13種類プラスシークレットが1種類だったんだけど、うちが出たのは11種類プラスシークレット1種類、ってことだね。だから2つ出なかったんですね。で、こんだけかぶりました。グーフィーめっちゃかぶったね。グーフィー2つもかぶっちゃった。これね、パパのデスクにも置くようにする。デスクエジングこれ自分の机に置いていいよ、ね、はい、ということでチョコエッグのディズニーつむつむ、はい、を20箱開けてみましたけれども、まあまあいい結果じゃないかな。そうだね、シークレットも出たしね。ダッフィーのおかげかな、ミッキーのおかげかな。ダッフィーのおかげかな、ミッキーのおかげかな。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画、いつもと混んでてますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこのあたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。